はい、年齢を重ねる美顔は武器となるメイクアッププロデューサーの翔子です。はい、皆さんこんにちは。はい、すっぴんですいません。はい、今回はシャンプーって皆さんどういう風にされてますか？はい、今回は老けないためのシャンプーの仕方っていうのをやっていきたいと思います。シャンプーってなかなか正しい方法ってよくわからなくないですか？はい、私は美容師もねやってましたので、シャンプーマンと呼ばれている、もうシャンプーだけをねひたすらやる見習いの時にね培った、シャンプーのテクニックっていうのが結構ね今役に立ってるのかなと思いまして、温泉とか行くと、そういう風に洗うんだとか、あ、そういう風にしてるんだって言って、お友達だったりとか知り合いの方がね、なんか教えてくださいということが多かったので、今日はね皆さんに、ね、お伝えしようかなと思いました。本当に顔がね引き上がる、マッサージとかするのめんどくさいわっていう方は毎日のシャンプーでねなんとかしちゃえば楽じゃないですか。はい、ということで今日はねやっていきたいと思います。では早速いってみよう。はい、まず濡らす時もシャワーをこうやって濡らしちゃうと、ずっとねこの重力で肌が下がってしまうので、濡らす時はもうねこっからねこういう感じで、もうねここに刺しててもいいので、なるべく顔にかからないようにして濡らしていって、で、ね、反対側こうやって濡らしていく感じです。でちょっと持って後ろの顔もねシャワーで濡らしてかき上げるようにして濡らしていってください、こうやってね。でそうするとこのかき上げる状態がまた引き上げの動作につながっていくので、まずすすぎ、ね、8割すすぎなんですけども、すすぎも顔をねちょっと引き上げるように濡らしていく、こうやってね濡らしていく。シャワーのノズルをかけた状態でね、しっかりねこうやってこう自分の顔に当たらないようにして濡らしてください。しっかりもう頭皮から全部濡れた状態になって初めてシャンプーを使うんですよ。はい、まず泡立てちゃうとちょっと分かりづらいと思うので、シャンプーをつける前にまず手の、ね、動かし方だけやっていきますね。シャンプーする時っていうのは一番最初に洗うべきところっていうのはこのフェイスラインです。でこのフェイスラインっていうのは、ね、メイクでも日焼け止めでもね、ここに線がつかないようにねこうやってローリングさせてねってよく言っているので、まずねここの部分をやっていただきたいんですけども、ちっちゃく動かしていきます。はい、シャンプーをつけていきます。で、シャンプーね、まず毛先の方にね、まずね、つけていくんですね。で、毛先につけていって、ね、根元の方に広げていきます。でね、よくね、泡立てていくんですね。でこの手が滑りが良いようにしていくと洗いやすいので、ね、こうプリプリっとした泡がこう流れ落ちない感じにしてから洗っていきます。はい、でよくね全体的に泡が行き届いたなと思ったら、そこから、ね、先ほど言った親指をね耳の上に置いてあげて、ちっちゃく回していってください。でね、ここに置くのが、ちょっとね、うまくいかない人はもうそのままでいいです。ちょっとね、こう、ちっちゃく回すようにして、生え際の部分ですね。マッサージしながら洗っていきます。はい。で、そこがいけたら、ちっちゃく円を描くようにして、ゴールデンポイントに向かって洗っていきます。ちょっとずつね、ずらしていくといいですよ。これをね、3回くらい繰り返してあげるだけでも、すごく気持ちいいです。でこの時にねこの髪の毛の上から洗うっていうんじゃなくて、この頭皮をマッサージをするように頭皮を洗うようにしていくんですね。髪の毛を洗うんじゃなくて、髪洗うって言うんだけど頭皮を洗うんですよ。はい、そしたら今度後ろの部分っていうのはねちょっと左右にずらしながら洗っていきます。ちょっとずつ襟足の部分まで降りて、でまた襟足の部分から徐々に上に上がっていって、このね、ゴールデンポイントまで上がっていきます。はい、そしたら今度は、ね、この生え際の部分ですね。この耳の周りの部分をちっちゃくね、動かしていって、肌をこう引き上げていくように洗う癖をつけてあげると、皮膚が下に下がらないので、しっかりね、引き上げて洗っていくといいと思います。下向いて洗ってる方結構多いんですよね。温泉とか行くと、皆さんね、なんだかね、あれ？
ちょっともったいない洗い方してるなっていう方が多いの で、そこができたらね、全体的にね、マッサージするように動かしていきます。洗うときはね、真正面に向いて洗っていただくといいです。下向かないでね。でこの時点でかなりね、しっかりは洗えているし、結構視力がね、良くなっていると思うんですよね。もし爪が長かったりとかね、ちょっと自分の手のね、強さが足りないという方は、こういうねクレイトパスなんですけども、こういうのがね、売ってます。で、ここを同じようにね、片方ずつで大丈夫です。ちゃんと地肌に到達してからちょっとフリフリ、すごく気持ちいいです。私はね、自分の手の方が皮膚の硬さとか分かると、あ、ちょっと今ね硬いからちょっとたるみやすくなってるなとかっていうセンサーになるので、手の方が好きなんですけどもね、うちの旦那さんとかはこっちの方が気持ちいいって言って使ってることが多いので、皆さん好きな方使っていただいてもいいです。はい、そしたらね、ここからね、ちょっとこうやってかき上げていって、こういうのを洗い流してからすすぎに入っていくといいと思います。で、このすすぎに入るときにね、洗った3杯ぐらいね、しっかりすすいでおくといいと言われているので、すすぎね、さっき濡らすすすぎも大事だったけど、このシャンプーを落とすすすぎっていうのもすごく大事になってくるので、すすぎっていうのを皆さんしっかりやっていただけるといいと思います。はい、では洗い流していきますね。はい、今ね、流した状態です。はい、もうね、洗った3倍の時間かけて流してください。で、そこからトリートメントをするんですけども、シャンプーとかトリートメントには髪質に合わせて使った方がいいので、いつもね、行く美容師さんがいらっしゃったら、自分の毛質がどんな状態なのか、ね、硬いのか柔らかいのか薄いのか多いのか、ね、結構ね、私多いんですって言っても多くない人だったりとか、私毛がね、太いんですって言っても太くない方とかも結構いらっしゃるので、皆さんね、ちゃんとね、言ってるね、美容師さんにちゃんと毛質を聞いて、そこで選んであげるといいと思います。なので今日はね、シャンプーとトリートメントご紹介しない状態で、やり方だけしっかりね、学んでいただけると嬉しいかなと思います。トリートメントするときに、ちょっと私はどっちかというとね、毛が細くて、でものすごく乾燥毛なので、トリートメント結構丁寧につけていきます。で、まずね、トリートメント取って、この毛先の方にまずつけていきます。わかりますかね、トリートメントは根元につけていくんじゃなくてね、この毛の部分につけていくので、まず全体的にね、毛先ね、つけたら毛束を取って、ちょっとね、トン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 ってこうやってね、10回ぐらいちょっとね、束感を持って、滑らかに滑らす感じですかね。髪の毛私短いのであれですけど、長い人はね、こうやってこう揉み込むようにしてつけてあげるだけで、この毛のね、部分ですね、つけていってください。これ毎日やります。馴染ませたら、ちょっとね、こういう大きなブラシでちょっとね、溶かしておくんですね。で、この状態でお風呂を使ったりとか、ちょっとね、置いといたりとか、足りないなと思ったら上から少しね、またもう少し足したりとかはしています。あ、ちょっと今日は串通りが悪いなと思ったら、ちょっと多めにつけておく。この時に少しね、自分が髪の毛疲れてるって思ったらね、キャップをかぶって蒸して状態をやってあげたりとか、ホットタオルしてあげたりっていうこともするんですけど、めんどくさい時はこのまんま湯船に浸かってね、もう一回こう上がった時に洗い流すっていう感じにしてます。で、トリートメントの方はね、地肌に、あんまりね、つけないようにしていただいた方がいいです。はい、なのでここでさっと流してあげて、で仕上がりになっていきます。私はね、置くの大体5分から10分は置いてます。流していきますね。はい、洗ってきました。今回はね、老けないためのね、洗い方っていうことで、頭皮をね、しっかり洗うことによって顔が引き上がるね、リフトアップっていうことをメインにやっていったんですけども、毎日洗わない方も結構シャンプーってまめにするじゃないですか。顔のケアをして引き上げようと思ってもなかなかね、効果が出ない方は頭皮が絶対硬いんですよ。本当に頭皮が硬いと顔は引き上がらないので、髪を洗う際にね、しっかり、こちらの
ね、方法をやっていただくだけでかなりね頭皮が柔らかくなって顔が上がりやすい状態になるので、ぜひね毎日のお手入れにね加えていただけると嬉しいかなと思います。はい、まとめとしましては、正しくシャンプーを洗うためにはしっかりすすぎをすることね、シャンプーをする前にまず髪の毛をまんべんなく、ね、頭皮も含めしっかり洗い流すことで、ね、少量のシャンプーで、ね、しっかり泡立って、でそこから、ね、しっかり泡立てた時に髪の毛の上から洗うんではなくて、しっかり髪の毛の中に手を入れて頭皮をつかむようにして、ね、ちっちゃく、ね、細かく動かしながら、ね、左右に動かしたりとかちっちゃく回しながらということで、頭皮をしっかり柔らかくしながらマッサージするように洗うっていうことがコツです。はい、でしっかり洗えましたら、また洗った時間の3倍かけて今度またすすぎをしていきます。ですすぎをしてからトリートメント、でトリートメントは地肌につけるんではなくて、ね、髪の毛につけていく、ね、しっかりこうなじませるようにねつけていって洗い流して、ね、しっかりタオルドライして、こんな感じに仕上がります。そうすると本当に私たちの年代、ツヤがなくなる、ボリュームなくなる、顔はたるむっていうところがちゃんとケアができてくると思うので、ぜひ皆さん毎日コツコツですよ。で毎日ねシャンプーする方なんかは本当に365日で、夏になってくるとたまにね暑くて朝洗ってなんか夜帰ってきてまた髪の毛洗ってっていうことでね、日にちに2回洗うことも私もあるんですね。はい、なので、バスタイムは大事にしております。注意点としては、顔に直接ねシャワーを当てないようにしていくっていうところで、下向いてこうやって洗わないようにしていくっていうことと、ね、洗ってる最中はまっすぐ見ていく、ね、シャワー当てるときは、ね、横向いて顔に当たらないようにしていくっていうのがコツになっております。はい、皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらいいねボタン、登録ボタンを押していただけると、ますますやる気出てくるのでよろしくお願いします。はい、インスタグラムの方では私朝風呂派なので、朝風呂でね使った、入浴剤とかをねよく皆さんにご紹介していることがあるので、もしバスタイムが大好きですとか入浴剤気になりますという方がいらっしゃいましたら、インスタの方もチェックしてみてください。下の概要欄に載っております。ではまた次の動画でお会いしましょう。